ウォーターパンプのプロペラで、これがこう回ることによって冷却水が循環してるんですけど、この根元にですね、まあ、パッキンみたいのが入ってますね、これね。新しいのはこれです。おそらくこのパッキンの間から冷却水が漏れてエンジンルームに購入してると思いますので、これを新しく交換して、あと清掃して、終わらせたいと思います。